2019年です。カロラバゼ。おお。このまま表面張力やっておきます。あの竿の先についてるんで、一回やってもあのワーム水平に落ちる。出しどころはどういうところでこれだと。あ、これラトル入ってる。はい。これがウエイト代わりなんです。本当だ。で、あ、こっちが 1.7 で。服についてるやつ一回投げてもらって、ディープでもこの操作感あんのかっていうぐらい。はい。そこ取れるんです。そこが取れる。取れますね。ここら辺になると十分取れる。これいくつ入れたんですか？0g。これは、これのあの前、普通に売ってるやつはなんかどんどん裏とかででかいトレーラーつけて結構昔よく釣った、浅いじゃないですか。あそこになんかトレーラーつけて引っかかんないでボリュームあってでなんか。見たことないみたいな感じで反応が良かった記憶が。こっちもラトルが。どうやって使うんですか？まあ簡単に言ったらちっちゃい大きいソマラバみたいな感じで、ワームつけていただくと後方重心になるんで、キャストは普通の例えば 5g よりそうですね、ラスケットどっちがよく飛ぶかこっちの方が飛ぶか、そうですね、はい、これはバランスの問題なので、キャスティング精度上がるし、で軽い輪でもしか投げにくいんですけど、もう本当にあのここにカバー置くとかで刺したい場合に変えたらこういうのサイドで軽いんで、そこまであのガード硬くなくていいんですよ。で口の中入りやすいバスが今度新しく出たのがゼロなんですよ。中から空気しか入ってないんで、全部ワームがあのセットして平行に。普通はラバーディグは頭下がるんですけど。ちなみにゼロですけど、実際はどれくらいなんですか？全重量、僕と測ってないんですけど、あのレイトフィネスぐらいですか？あ、もう余裕です。もうヘビーでも投げられる。